第9因子は、凝固系を構成する、セリンプロテアーゼの一つであり、クリスマス因子とも呼ばれる。ペプチダーゼファミリー S1 に属し、このタンパク質の欠乏は、血有病 B の原因となる。第9因子は1952年に、スティーブン・クリスマスという名前の少年がこの因子の、欠損によって、血有病を発症していることから発見された。 第9因子複合体製剤は基本的な医療システムに必要な最重要医薬品のリストである風必須薬品モデルリストに含まれている。血液凝固系とプロテイン C 経路第9因子は不活性な酵素専具体として産生される。シグナルペプチドの除去とグリコシル化の後、大種や因子、または大 B 因子によって切断されて日本鎖が産生される。両者は ジスルフィド結合によって連結されている。カルシウムイオン、膜のリン脂質ダイエートイト因子コファクターの存在下で、ダイイクサ因子へと活性化され、ダイエックス因子のアルギニンマイナスイソロイシン間の結合を加水分解し、ダイソ因子を産生する。ダイナイン因子はアンチトロンビンによって阻害される。人とマウスでは、ダイナイン因子の発現は加齢に伴って上昇する。 第9因子のプロモーター領域に変異を有するマウスモデルでは年齢依存的な表現型が生じる。第7因子、第9因子、第 X 因子はすべて血液凝固に重要な役割を果たし共通のドメイン構造を有する。第9因子は4つのドメインから構成され、グラドメイン、タンデムに並んだ2コピーの EGF ドメイン、切断を触媒する C 末端のトリプシン様、 ペプチダーゼドメインからなる。人の第9因子タンパク質のドメイン構造への末端の EGF ドメインは少なくとも部分的には組織因子との結合を担うことが示されている。ウィルキンソンらは2番目の EGF ドメインの88番から109番残機が結晶板への結合とク X 因子、活性化複合体の組み立てを媒介すると結論づけている。 4つのドメインすべての構造が解かれている。2つの EGF ドメインとトリップシン様ドメインの構造は豚由来のタンパク質で決定されている。CA に依存的な臨脂質結合を担うグラドメインの構造も NMR によって決定されている。いくつかの超活性型変異体の構造も解かれており、 血液凝固化スケードの他のタンパク質による第9因子活性化の性質が明らかにされている。人では、階級遺伝子は X 染色体の Q27.1 に位置している。第9因子の遺伝子は X 染色体に位置しており、そのため、この遺伝子の変異は女性よりもはるかに高頻度で男性に影響を与える。 クラチ・ユキノリとアール・デイビによって1982年に初めてクローニングされた。人の第9因子の遺伝子を持つトランスジェニッククローンの羊ボディが1997年にロスリン研究所のヤン・ウィルムットによって作成された。第9因子の欠乏はクリスマス病を引き起こす。これまでに第9因子の100以上の変異が記載されており、一部は無症状であるが、 多くは重症の出血性疾患を引き起こす。元々のクリスマス病変異はクリスマス少年の DNA のシーケンシングによって同定されシステインがセリに置換されていることが明らかにされた。クリスマス病の治療には組換え第内因子が利用されている。組換え第内因子製剤としては次のようなものがある。 一部の稀な変異は凝固活性を上昇させ、そのため、深部静脈血栓症などの凝固障害が引き起こされる。この機能獲得型変異では、タンパク質が機能過剰となり、家族性、創発性の血栓症と関連している。第9因子欠乏症は、様々な動物や動物細胞でのクローニングによって、産生された生成第9因子の注入によって治療が、 行われる。トラネキサムさんは、手術期の出血リスクを低下させるため、遺伝性第9因子欠乏症の患者が手術を行う際には有用である、可能性がある。第9因子のすべての変異のリストは、ユニバーシティカレッジロンドンで管理されている、ファクター9ミューテーションデータベースに集められ、管理される。ありがとうございます。